皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道色です。歯科衛生士の森田です。今回は今更聞けない歯科知識コーナーということで、こちらのご質問をいただいております。歯磨き粉のフッ素成分が洗口剤で流れてしまうのが心配です。洗口剤はどのタイミングでおすすめするのが良いですか、というご質問をいただいておりますので、早速森田先生に教えていただきます。ご質問の方の、質問の内容通りですね、やはり歯磨き粉の後にすぐにですね、洗口剤を使っていただくっていうのはちょっとあまり、薬効成分が拮抗してしまったりしますので、あまり推奨できる方法ではないです。なので歯磨剤を使用した後はなるべく時間を空けてですね、使用していただいた方がいいです。で、使用していただくタイミングなんですけども、自宅に帰った時とか、あとは寝る前に使っていただくのがおすすめです。あとはですね、こういった洗口剤いろいろあるんですけども、それぞれ液体歯磨きとか、あとガーグルとか、使用方法が違うんですね。使用するタイミングや使用方法が違いますので、ちょっとそれについてもご説明させていただきたいと思います。で、まずですね、デンタルリンスと言われるものは液体歯磨きにあたります。で、この成分表示の下のところに液体歯磨きって書いてあるものは、歯ブラシの前に使っていただくものになりますので、必ず確認をしてみてください。で、こちらの液体歯磨きはですね、アルコールありのものとなしのものとありますので、例えばドライマウスのひどい方などは、アルコールありのものだとちょっと刺激が強すぎたりもしますので、アルコールなしのものをおすすめするといいかと思います。で、あとこちらのガーグルなんですけども、こちらはうがい薬として使っていただきますので、ブラッシングをしてちょっと時間を空けてからですね、先ほど言った自宅に帰った時とかにも使っていただくことができます。で、1日数回お使いいただいて大丈夫なんですけども、あまり頻回してしまいますとやりすぎになってしまいますので、1日数回程度に留めてください。そしてこちらはフッ化ナトリウムの洗口液になります。で、カリエスリスクの高い方、ドライマウスの方や、お子様のカリエスリスク高い方などに使っていただくんですけども、こちらも、寝る前に使っていただくことを推奨していますので、寝る前はどうしても唾液が少なくなって、口腔内の細菌が繁殖しやすい環境になりますので、寝る前に使っていただくことで口腔内にもフッ素がとどまりやすくなりますので、ぜひそのように指導をしてみてください。森田先生、ありがとうございました。いろんな種類があるっていうのを今日教えていただきました。特に液体歯磨きは歯磨きの前に使っていただくものっていうのがすごく分かりやすかったです。ぜひ皆さん、明日からのご指導にお役立ていただければ幸いです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも森田先生と一緒に皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方はぜひ質問フォームよりお願いいたします。またこの動画が良かったなと思われる方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。